俺たち3人イースタンユース旅はまだまだ続くんだ。映画監督、ビデオカメラマンの川口淳です。今年の2月に新作ボトム・オブ・ザ・ワールドを発表したイースタンユースのアルバムリリースツアー最終公演が6月6日札幌で行われました。この日はすでに脱退を表明しているベーシスト二宮智和さんがステージに立つ最後の日。チケットは当然ソールドアウト。どうですか、今日最後ですけど。最後というか、あんま時間ないですね。もう今回も20本ぐらい回ってるんで、なんていうかね、そのリズム、もうそういうことですか、うん、いつもと変わらない。変わらない。じゃあこれが終わった時に、うん、変わってねえんだろう。彼らのライブを撮影してきた私が見る限り、いつもと本当に何も変わらない舞台裏の様子。もちろん皆それぞれ心の奥に思いはあったかもしれません。ここ札幌はイースタンユースの生まれた街。メンバーの中で唯一北海道の出身ではない二宮さんのラストステージがこの札幌だったのは単なる偶然でしょうか。止まりますか。ラストン、いや、そうですね、今回のツアーで、毎箇所このツアーで僕はやめるんです。いよいよ今日は最後になってしまいましたね。自分ね、ありがとうよ。ありがとう。こちらこそありがとうよ。どうもありがとうございます。ね、もう永久に世の中から消えるみたいな、大拍手喝采というか、永遠にさよならみたいな、ね、どっかで、ね、のこのこ生きていくんで、ね、もしかしたらその日そのうち会うかもしれませんので、ね、ね、会ったら、なんかください。バンドもこの後どうにか形が整ったらまた動き出しますし、俺もどっかでのこのこと生きていきますし、ね、今後とも我々3人もよろしくお願いします。ダブルアンコール含めて19曲、約2時間にわたるステージ。二宮さん、本当に本当にお疲れ様でした。なおバンドはしばらく充電期間に入るようです。新たなイースタンユースの再始動を待ってます。